みなこんばんは。今日集まってもらってわざわざありがとうございます。ですね、結果ちょっと当選無効になってしまいました。本当にこの中で僕に投票してくれた方、まあちょっと大体も分かってるんですけど、本当に申し訳ないという気持ちと、本当に、ね、今当選無効の判決、まあ30秒ぐらいで終わって無効と、まあちょっとね、来年と傍聴にも、戸田市民の方も来てくれて、投票してくれた方来て、本当に申し訳ない気持ちと、今からちょっとね、部屋の鍵、まあ、会社に今から行くんですけど、本当に、なんだろうな、ごめんなさい、ね、話がちょっとまとまってなくて、なんでしょうか、約1000人の方が投票してくれて、ね、ちょっと僕に、ね、学歴とかないとか分かってて、それでも投票してくれて、ね、市役所に送ってもらって、なんか本当に切ない気持ちで、ではちょっと4月から大学に行くんですけど、まあ、それは選挙のためじゃなくて、本当にちょっと勉強し直してやりたいと思います。本当に、なんでしょうね、1000人の方が投票してくれて、まあ、一通の手紙、まあ、そっちの重く扱われたっていうのは、本当に悲しい。で、まあ、それが本当に民主主義って何だろうと思って、今、裁判所から来たんですけど、本当にこれで僕、ね、今すぐね、全然違う仕事してもいいんですけど、叩かれることもないし、ね、自由にやった方がいいんじゃないかっていう友達もいたんだけど、本当に、なんだろう。バイト。クレイジ君。クレイジ君、ファイト。ほんともう当選無効って言います。そうだろうなって分かってたんだけど。してくれた方が今でもいるし、本当にうまくは言えないですけど、いつもまあ遊んでばっかでとかね、特攻機で踊ってとかずっと言われるのが嫌で、今ちょっと本当に今が楽しくなってきたなと。でも本当にこの中で僕に手紙送ってくれた人大体分かってますけど、毎日も自宅の方といろいろね、届いてたりして、昨日一昨日からこの1週間ずっと手紙を見返したりして、本当になんだこれからも応援してするよって、まあ、全国から手紙もらう、まあ、市議会議員って他にいるのかなと、まあ、多分応援してくれる方がいる以上、もう一度戸田市を、ね、本拠地にして頑張っていきたいと思います。いつか正解戻ってこい。本当に、他の選挙見てても、やっぱ足止めてる人もいないし、ね、東大出た人とか、ね、早稲田出た人とか、こう、ね、いろんな人もこういろんな議員全部いますけど、でもそれでも人の心を動かせない、動かないという人もいる中、僕を選んでくれた人いる以上、本当に戸田市を拠点としてもう一回頑張ろうと。人に泣くなって言って自分で泣くなよ。頑張って。まあ分かった分かった。本当に、まあ、今日が、まあ、怖いっていうかね。ね、だから当選の部分慣れて分かったんですけど、やっぱり判決を聞くと。一瞬で終わるんだ。今までの、ね、投票してくれた人の気持ちだけは本当忘れてないのは本当なので、ここだけはまあ信じてもらって、また明日から戸田の活動はできることは続けて、
頑張っていきたいと思うので、ちょっと、ま、これからも応援してくれる人もまあいると思うので、末永くも応援してくれれば嬉しいです。もちろん、ありがとうございます。本当にまあこの1年間市議会の中でも本当にお世話になった人っていうのは、まあ、何人か5、6名かいて心配してくれたり、全然喋ったことない人もいたり、本当にね、今まではもう何も分からず選挙やってきて、本当にいろいろ今回は自分を見つめ直す機会ができたなと思います。あの、これから約3年後もう一回戸田市議会があるので、本当に言うとそこでもっと味方も増やして、もう一度ここに自分の形を残したいという気持ちはあって、今まではね、当選して嵐のように当選して嵐のように問題になって、でも応援する人、多分今すぐ戸田市議会のもう一回選挙があったとしたら、多分もっと前回で応援してくれる人がいるはずなので、その気持ちを胸に頑張ってやっていきたいと思います。本当にもう泣かないって決めたんだけどですね、なんかね、やっぱ出て行くのは寂しいなって、これですぐね違うことしてわーってやるのは簡単ですけど、やっぱ悔しいから、この気持ちは本当なんで、そこだけは信じてもらえたけど、今日いいかなと思います。あの、本当にあんま最近泣くこともなかったんですけど、本当に今日は泣かないだろうなって決めてたんですけどね、人に泣くな泣くなっていつも言ってますけど、昨日わざわざ市役所まで来てくれて涙流してくれる、でもそういう市議会議員ってあんまりいないような気がしたので、やっぱ戸田では絶対もう一回リベンジして頑張ります。ちょっとね、話は本当にグダグダになって申し訳ないと、まあ、カンペもないし、なので何かありますかね、なんか一言、もう政治の話以外で普通に何かあれば一言で、なんかこれからも頑張ってください、頑張ってください。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます、本当にね、うん、ありがとうございます。今日もし踊ると思って来た人いる、もしかして、うん、それ めっちゃ怒るからね。踊るなら行きますよ、本当にそれは応援じゃなくて本当に喋るだけでもやっぱりちゃんとやろうと、まあ、トップオフじゃないですけど、もうそれもいつかね賞味期限が来ると分かってるんで、もう一回ちょっと4月か大学行きながら全国回って、本拠地は戸田、あとはもうね、僕がこの後何を起こすかで多分分かってる人もいると思うんですけど、必ず戸田で胸を張れるような気になれるよ、頑張ります。本当にちょっと今日はね、この後取材とかが入ってちょっと手短になるんですけど、わざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。あの、こんなの戸田市民の方ありますか？あ、はい、ありがとうございます。いるんですね、それが一番嬉しいです。ここら辺からね、昨日まではいたんですけどね。あこちゃん、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうな、昨日なんか見かけて、あ、手振ってくれて昨日あったんだよ。おお、ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当にあの選挙の時は本当誰が戸田市民に本当に分かんなくて、最初でも今はね、どんどん顔も覚えて、どんどん顔も覚えて、連絡先も知って、まあ連絡もらって困ってるんだよねって言ってくれるのが多くなって、一番楽しい時だなっていう1年本当に何も知らなくて当選させてくれた方が本当に、に対して
申し訳なかった。でもここでね、違うことで開き直っていいやだと一緒なんで、まあ短い1分か。まあこれで名前が売れてって思ったこともあったんですけど、どこ行ってもスーパーの時間、戸田でしょって、戸田って初めて知ったって、まあ、いろんな全国回ったので、戸田って言ってもやっぱ知らないっていう方もやっぱ多く、九州とか北海道とか、でもやっぱ戸田ってフレジ君のことしか思いつかない。本当にそれ最初はそれがねきっかけでしたけど、次はもう中身をつけて頑張っていきます。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございました。また必ず。スーパークレジ君とで3年後、まあ、いつなるか分かんないですが、必ずここで次は仲間を増やして、ね、1人だとできないことと、2人以上の議員がいるとできることも、いろいろそういうのも知らなくて、まあ、悔しい思いもしたんですけど。また今後も変わらずよろしくお願いします。ありがとうございました。ごめん。ああ、ありがとうございます。あゆ姫です。あ、なるほど。黒いバスに乗ってるような方ですかね。はい。あ、なるほど。またあの今後も頑張りますのでよろしくお願いします。それ本当今日見に来てくれた方本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。この後ちょっと6時半ぐらいには鍵を返してちょっと出ていく準備するので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。これからも TikTok で応援してます。あ、そっち、あの議員の方で。はい、議員ももちろん。はい、ありがとうございました。もちろん。